丈夫。ねえ、知ってる？クリスマスイブのイブはイブニングのイブだから、24日の夕方からクリスマスは始まってるんだよ。さて、私は今イブって何回言ったでしょう。そっちが本題なの？うんちくだけ聞くより楽しいかと思ったから。確かに勉強になったわね。あ、じゃあサンタクロースの服が赤いのはどうしてか知ってるかしら？あ、理由があるの？褐色炭酸飲料の会社の陰謀だったような。まあそうなんだけど、赤には不幸なことからみんなを守る力があるんですって。だから幸福や喜びのシンボルカラーなのだそうよ。ああ、なるほど。お正月とかおめでたい日も赤のイメージですもんね。そういうこと。クリスマスっていろんな秘密があるんだね。うん、研究するのも面白いかも。それはそれとしてなんですけど、皆さん今日は何時に寝る予定なんでしょうか？25日になっちゃったし。あ、そうだね。明日も朝早くからクリスマスケーキ作りしないと。と言いつつ、誰も動けない間宮家姉妹であった。別に、私は一番最後に部屋に戻るふりをして、リョータの部屋に行こうなんて考えてないわよ。萌ちゃん、それはもう考えてるって言ってるようなものですよ。たまちゃんも同じこと考えてた？違うよ。ただちょっと、その、少しだけ寝顔とか見れたら、それが最高のクリスマスプレゼントだなって思って。たまちゃんは控えめですね。私はベッドに潜り込んで、クリスマスの一夜を過ごそうと思ってましたよ。そしてあわよくばなんて考えてませんよ。ええ、なるほど。24日の21時から25日の3時までは正の6時間、1年で最もヘッチな時間。そうなの？その時間を同じベッドで過ごしたとなれば、正の6時間を共にしたことになって、既成事実が成立するかも。既成事実？それってつまり赤ちゃんができちゃうようなことのことが起こったことってことよね。萌えりちゃん落ち着いて。なんか口調がおかしくなっちゃってるよ。萌えちゃん、深呼吸ですよ。ひひふうひひふう。それは深呼吸じゃないでしょ。の仕方まで変わっちゃうなんて、これが正の6時間の力。たまちゃんまで困惑してる。これが正の6時間の力。何でもかんでも正の6時間のせいにしないの。みんな正の6時間に惑わされちゃったってことで、みんなでりょうちゃんのベッドに潜り込みましょうか。何明るく提案しちゃってるのよ。さあさあ、もう6時間のうち3時間が過ぎちゃってます。早く行きましょう。うん、さすが役もお姉ちゃん、賛成。正の6時間なら仕方ないよね。たまねまで、もう仕方ないわね。心配だし、私も同行してあげるわ。ちなみに正の6時間って何回言ったでしょう。なんてね。メリークリスマス、お兄ちゃん。